めて残っている暗黒騎士を俺たちの手でもう一度眠らせよう。でも一部の暗黒騎士は別の場所に移動した後みたいだな。これまでのも入れると結構な数の暗黒騎士がカラントを離れていることになるね。ええ、聖豪騎士にとっても十分脅威になり得ます。キリト、対策本部にこのことを伝えた方がいいんじゃないかな。俺もそう思う。一度王都へ戻ろう。行方がわからない暗黒騎士の捜索については、派遣した東帝国の近衛兵や戦後騎士に任せるしかない。ですが現状では何の報告も上がってきていないんですよね。ええ、もしかしたらすでに姿を消した暗黒騎士たちが合流している可能性もあるわ。何らかの行動を起こされる前に止めたいですが。
少なくとも奴らが行動を起こすとしたら東帝国内のはずだ。ねえ、普及の壁を越えるのは困難です。ベルクーリ閣下。なんだ。捜索に出ていたこの衛兵から暗黒騎士発見の報告が入りました。飛竜での捜索でも見つからなかったのに、なぜ今になって。それで暗黒騎士はどこで見つかった。それがここからそう遠くない場所でして、奴らは隊列を組み、ここ王都セントリアへ向かっています。まさかここを攻める気か。おじさま、相手はそれなりの人数のはず。我々聖豪騎士も数を揃えて迎え撃つべきでは。俺も同意見だ。旗の山脈の警護をしている騎士を除き、全ての聖豪騎士を集めろ。王都へ侵攻される前に我々で暗黒騎士の一団を迎撃する。以上に少ないですね。ベルクーリ様の指示通り、果ての山脈を警護する騎士は招集していませんからね。いえ、違います。少ないと感じたのは暗黒騎士の方です。この程度の人数だけで聖豪騎士を倒して王都を攻めるなど、あまりにも無謀だと言いたいんだろう、ジョーちゃん。おじさま、ええ、その通りです。彼らが生きていたのは数十年前といえども、聖豪騎士の実力を見誤るなどとは思えません。ああ、俺もそう思う。ファナティオ、騎士たちはその場で待機だ。何があってもまだ動くなと伝えろ。わかりました。しかし一体何をするおつもりで。なんてことはねえ。ジョーちゃんの疑問を晴らしに行くのさ。と言いますと。直接聞いてくる。あいつらの真意や目的なんかをな。なりません。そのような危険なこと。俺も行くよ。確かに暗黒騎士の行動は気になる。当然私も行きます。数人をカラントに残して、残りが勝てない相手に特攻など、やはり変です。というわけだ。行ってくる。わかりました。お気をつけて。たった3人で来るとは。聖豪騎士の尊大さはいつの時代も変わらぬな。あるいは我ら暗黒騎士が相当に見くびられているか。否定してやりたいが、俺たちがここへ来た理由はまさにそれだ。どんな言い方をしても嫌味に聞こえるだろうから、端的に言うぞ。あんたらじゃ俺たち聖豪騎士にかなわねえ。おそらくこっちは一人の損失もなくお前らを破れる。一体何がおかしいのです。当たり前の事実を真面目そうな顔をして言い放つことに笑ったのだ。なんだと。貴様の言う通り、我々はこの戦いに勝てないだろう。暗黒騎士はここで全滅する。分かりきった答えだ。なぜ挑む。無論勝利のためだ。言っていることがめちゃくちゃだぜ。どうとでも取れ。話は終わりか。ああ。ではさっさと仲間のもとへ戻れ。そして戦いを始めよう。どう思う。何かを隠している。時間稼ぎか、あるいは別の目的があるのか。俺もそう思う。だがあいつらがこの場で戦いを望んでいる以上、俺たちはここで迎え撃たなきゃならねえ。ご報告があります。なんだ。最高司祭代理様から伝言が届きました。
カーディナルから聞かせてくれ。外部記憶を調べた結果、100年以上前に起きた大規模な戦闘に関する記述を発見した。その記述によると、東帝国にかつて軍勢と呼べる規模の暗黒騎士が侵入し、聖豪騎士によって殲滅されたようだ。座標も共に送る、急げとのことです。100年以上前か。それほどの出来事を覚えていねってことは、100年以上前の暗黒騎士に関する記憶は最高司祭殿に。おじさま、それ以上は。あ、すまねえ。まだ断定はできないけど、暗黒騎士が軍勢を蘇らせるためにここで聖豪騎士を足止めしている可能性がある。ベルクリさん。ああ、お前たちはそっちに行ってくれ。ただ気をつけろよ。復活を阻めなかった場合、大量の暗黒騎士とお前たちだけで戦うことになる。その時はその時さ。ではおじさま、ご分を。ああ、ジョーちゃんの方こそ気を抜くなよ。さて。見て、カラントだ。あそこにいるのは。今までに見た暗黒騎士とは鎧が違うね。やっぱり推測は正しかった。急いでカラントを切ろう。悪いが、あんたらの計画はここで終わりだ。この地で100年以上前に死んだ暗黒騎士の軍勢を蘇らせるつもりだろう。そう、その通りだ。気づいてくれたのだな。聖豪騎士に計画を悟られぬよう注意は払ったものの、気づかれることなくことが進むのもつまらぬと思っていたんだ。だからこそ貴君らの到着を心より嬉しく思う。ぜひともその目で目の当たりにしてほしいのだな、私の軍勢の目覚めよ。まさか、そんな、間に合わなかったのか。そうだ、騎士たちよ、貴君らの体は、魂は、命は、すべてこの暗黒騎士団長ヘクタル・ウル・ゴンターのものである。表現はちっとも謙遜じゃなかったな。騎士たちよ、なぜ私の元を去ったのだ。私は許可した覚えなどない。
忘れたわけではなかろう。私は貴君らと誓ったはずだ。共に聖豪騎士を倒し勝利をつかみ取ると。今こそ叶えてやる。故に従うのだ。私の言葉だけを聞き、霊族の証として剣を振るえ。その完全なる支配の先に勝利は必ず訪れる。そうだ、まずは小手調べに、この者たちの死から始めよう。聞かせてくれ。暗黒騎士へ命令を出したのはあんたなんだろう。いかに。復活させた暗黒騎士、各地の人や町を襲わせつつ、残った者たちで王都を襲撃する。それによってこの地にある気が必要な空間暗黒力を集め、やがて軍勢は目覚める。それが私の計画だ。ではカラントに残った暗黒騎士や王都へ向かった暗黒騎士は初めからおとりだったと。名誉ある役割だ。だが彼らは見事に果たしてくる。そんな、ひどすぎます。ひどい、わからんな。私は騎士たちを使い、この復活を成功させた。彼らの死をただの死ではなく、勝利への一手と変えたんだ。駒にとってこれ以上の喜びがあるはずがない。彼らは駒なんかではありません。一人の騎士であり人間なのです。死ぬと分かっている無謀な命令を下すなど指導者としてあってはなりません。そうか、奴の姿は以前の私そのもの。今は違う。私は手下ではなく友と戦っている。そうです、メディア殿。暗黒騎士団長、同じ指導者という存在でありながら、あなたはベルクーリ閣下やメディア殿の足元にも及ばない。これほどに傲慢な部下を抱えているとは。そちらの騎士長には同情を禁じ得ないな。それに貴様は理解しているのか。自身が今まさに指導者たる騎士長の命で七に送り込まれている事実に。みんな構えろ。優秀な組織は完全なる支配者と強靭なる部下によって作られる。それこそが我ら暗黒騎士団だ。